黒き雨よ、魔の風よ、邪念の海よ、今こそ封印を解き、我に力を与えよ。いよいよ復活するのだ、聖魔城が。落ち込むですって？そんなバカバカしい。あんな女の一人が二人消えたところでどうってことありませんことよ。素直じゃないですって。隊長、あなたもみんなと同じことをおっしゃるのね。失礼いたします。
ちょっと気持ちが落ち込んでたから。これじゃサタンの思うツボですよね。もっとしっかりしなくちゃ。このぐらいで負けた気持ちになっちゃいけないわ。勝負はこれからよ。大神さん、あやめさんのこと好きだったでしょ。でも私にはそうは見えなかったわ。私はあやめさん好きだった。あんな人になりたいって思ってた。どうして、どうしてあやめさん、一緒に戦ってきたのに。ごめんなさい、泣き言言って。そうだ、あやめさんはサタンに操られているだけです。助け出しましょう。あやめさんは帝劇にとってかけがえのない人ですものね。隊長。隊長、花組の中では私が一番あやめさんとの付き合いが長かったんです。彼女とは4年前にアメリカで出会いました。あの頃の私は自暴自棄になっていて、殺し屋家業に身を置く寸前でした。そんな私を救ってくれたのがあやめさんでした。あの頃からあやめさんは他人のためにばかり戦っていたのかもしれません。悲しい人です。嫌ですね、私、人のことなんか言えないのに、つい昔話なんかしてしまって。今の話忘れてください。今までは、いえ、大神さんが来るまではこんなこと話せるのあやめさんだけだったんです。
隊長のおすすめ通り少し休むことにします。それはそうと、昔私を導いてくれたあやめさんは善と悪どっちのあやめさんだったのでしょうね。うちには知っての通り何の力もあらへん。マリア藩のように忠の名手でもなけりゃ、カンナ藩のようなごっつい力もない。強いて言うなら手先がちょっとばかし器用なくらいや。ほんま言うと学校ってとこにも行ったことないんや。でもな、そんなうちをあやめはんは拾ってくれた。日本で勉強もさせてくれた。あやめはんはうちの大事な人なんや。せやのに、こないになってしもたんや。オオカミは？落ち込んでてもしゃあないもんな。ありがとう大神はん。ほならうちそろそろ部屋へ戻って寝るわ。ほな隊長、おやすみなさい。少尉か。まあね、くよくよしててあやめさんが戻ってくるわけじゃねえだろ。心配すんなよ、首根っこ引っ張ってでもあたいが連れ戻してみせるさ。
我が野望の城がよみがえる。あやめよ。はい。聖魔城の復活にはまだ幾ばくかの時が必要。その間、小娘どもの注意を引け。はっ。その力見せてもらう。お待ちください。このあやめは先日まで眠っていたも同然のもの。失敗せぬとも限りません。その任務、ぜひともこの蝶に。よかろう。好きにしろ。ありがたき幸せ。何を笑う？いいえ、あなたのお手並み拝見といきましょう。サタン様と共に野望を果たすのはこの私、貴様の好きにはさせない。